来古代楽団が4月20日に追想の二種化さる祝祭あるいは談笑7を開催する。未来古代楽団は千年後の古代音楽を標榜する作家作曲家砂森楽王を中心とした音楽ユニット。民族調の楽曲で知られている。楽曲提供、ゲーム音楽、舞台、映像の劇、友などを幅広く活動しており、スクウェアエニックスのゲーム、グリムノーツの音楽、特に主題歌、忘れ地の琴の葉が再生数1億回超えと話題のアーティストだ。2023年より本格的にアーティスト活動を開始、同年開催されたファーストライブでは楽曲と交互に砂守とゲストボーカルによる朗読が入り、観客を自身の世界へと誘った。今回発表された新たなライブ追想の西カサル祝祭あるいは談笑7は、会場が専門学校であることから学校というキーワードでストーリーが描かれるという。また前回のライブにも出演したルチア、ボタンに加えバルシェもゲスト出演する。過去には砂上によるバルシェのライブでの朗読や未来古代楽団メンバーの松岡美也子がアレンジなどがあった縁で実現したというコラボレーションにも要注目だ。ルチア、ボタン、バルシェ、未来古代楽団ライブ追想の二種化さる祝祭あるいは談笑7日時、2024年4月20日土曜日14時30分18時開演会場、東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校9階ホール、郵便番号 134-0088 東京都江戸川区西葛西3丁目14-8。メンバー砂森武雄、松岡美也子、吉田和人、吉田篤氷川村泉、豊田幸三、田中京純ボーカル、ゲストバルシェ流書ボトン。チケット料金6,000円、税込み。全席指定2024年2月14日10時よりリブポケットにて。販売開始。ライブ詳細、チケット販売ページ https://t.livepocket.jp/t/mirandipoda